ブルーレ完売。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日は今泉にある宮崎の魅力がたくさん詰まったお店、宮崎ナイズダイニングドレミにお邪魔します。地下鉄役員大通り駅から歩いて4分、商人橋通り沿いのビル1階にある宮崎ナイズダイニングドレミ。店内にはカウンター席や掘りごたつ席があり、仕事帰りにフラッと立ち寄れるお店です。マネージャーの藤本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどういったお店ですか？福岡で宮崎を楽しめる居酒屋です。おすすめメニュー教えてください。和子さんのチキン南蛮です。宮崎といえば名物ですよね、はい、で和子さんってどなたですか？うちのオーナーのお母さんです。じゃあオーナー様の母の味。そうですね。お肉柔らか、甘酸っぱくて美味しいですね。なんか優しいお味ですね、卵の優しさと、はい、タルタルも結構さっぱりめなんで、マシでかかっててもペロリと食べていただけると思います。これはマシマシにしたくなる。そうですよね、うん、この焼酎に合うお料理教えてください。はい、地鶏もものすみれ焼きです。備長炭で一気に焼き上げて、歯ごたえバッチリで旨味をギュッと閉じ込めてます。すごい歯ごたえですね、はい、もうプリッとした後にギュッとした鶏の旨味、はい、そして強さ、甘さと炭火の香ばしさがすごくいいバランスで、うん、旨味のギュッと詰まった地鶏ももの炭火焼きとすっきりした焼酎がよく合います。ありがとうございます。それでは最後に一言どうぞ。チキン南蛮や地鶏の炭火焼き以外にも宮崎の美味しい料理やそれに合うお酒をたくさんご用意してます。お待ちしてます。では藤本さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りしました。